ジュリアーノ・ダ・サンガロの肖像ジュリアーノ・ダ・サンガロは、初期ルネサンスのイタリアの建築家、彫刻家、及び造幣技師。革新的な建築家ではなかったが、初期から世紀に至るルネサンスのデザインを継承した。フランチェスコ・ディ・パオロ・ジャンベルティの子として、フィレンツェに生まれる。建築家、彫刻家、技師を輩出したサンガロ家の人間であり、 弟のアントニオと老いのアントニオも優れた建築家として活躍している。弟と共に、城西建築家兼牧祭掘士のフランチェスコ・ディ・ジョバンニ・ディ・フランチェスコに弟子入りする。フランチェスコを含む数人に依頼されたビラの設計案のうち、ジュリアーノのものがロレンツォ・デ・メディチの目に留まったことで、彼に仕え、1480年にはビラ・メディチの建設を任命された。 神前政策の一環としてナポリに赴くが数年後にフィレンツェに帰郷しロレンツォ・デ・メディチの名によっていくつかの建築の設計に携わったロレンツォ・ボツゴもメディチ家に奉仕し,しアントニオと共にポッチボン氏のポッチをインペリアあれ城塞の建設を行った1484年にはプラートの熱狂的な聖母崇拝に対応するために 計画されたサンタマリアデッテ・カールチェリ聖堂の設計を、また1489年に着工したパラッツォ・ストロッチの計画にも携わったとされるが、これについては彼がどの程度貢献したかについて疑念が持たれている。1491年にはパラッツォ・ゴンディの設計を行っているが、1492年、再びフィレンツェの親前政策として、今度はミラノにおもき、 ここで、レオナルド・ダ・ヴィンチと会談している。ミラノを去った後、1499年から1500年まで、ロレートにおいて、ジュリアーノ・ダ・マイアーノが着手しながら工事が、中断されていたマドンナ聖堂の円外工事の指揮を、取った。この工事は、その後、フランチェスコ・ディジョルジョ・マルティーニ、ドナト・ブラマンテ、アンドレア・サンソビーノらも携わることになる。以後、ジュリアーノは、フィレンツェ、 ローマを忙しく行き来し、様々な計画に携わった。ローマでは、1514年に、サンタマリア・デラニマ教会の設計に従事するが、特に重要なものは1505年に、ドナトブラマンテと共に行ったサンピエトロ大聖堂の実測調査である。建設計画では、ドナトブラマンテの案に敗れたが、1514年から1515 15年まで、大聖堂の補佐建築家の地位にあった。 1516年、フィレンツェで没し、サンタマリアノベーラ聖堂に葬られた。ありがとうございます。